今回あのー、スクールウォーズのこれトヨタえー、っとトヨタトヨタさんですかねうんこれなかなかいいですよあんたも、まあんた金玉ついてんのとため息ばっかりついてないで勇気を出しなさいとここがいいんですけど骨は私が拾ってあげる <laughs> これ格言じゃないですか骨は私が拾ってあげるっていうこれすごいですね 骨は私が拾ってあげるっていう、これ、これ、この台本考えた人まジすげえなと思いますけどね。うん、こんなん言われたらね <laughs>、やるしかないですよね。女子からね。うん、すごい。もうこれ、スクールウォーズ結構いろいろこれ、すごいっすね。今、ちょっと調べてみたんですけど、この、すごいです。いろいろこの、名台詞、名シーンっていうのが、まとめられてるサイトがあって、こ,これね、これ、TBS がまとめてるんだ、このサイト。 TBS がまとめてるサイトありますね。泣き虫先生7年先生スクールウォーズ名言集っていう。そう、すごい、これ。うん。こ TBS がまとめてるやつ、サイトがありまして。うん。これだけでもなんかちょっと、すごいですね、これね。うん。まあ僕はね、一応まあ女性と男性を差別するわけではないですけども、なんか男性の役割っていうのは、まあ、 あるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それは何かっていうと、まあ、稼いでくるってことですね、単純に。稼いでお金を稼ぐ力。うん。は必要。要は、まあ、昔で言うならば、魚を取ってくる力だったりとか、まあ、その、イノシシ買ってくるスキルだったりとか、なんだろうな、飯を取ってくるスキルですよね。まあ、あの、DNA 的にもね、男の方が力があるわけじゃないですか。まあ、それはまあ、 トレーニング次第ではね女性の方が強いっていう場合もあるけどもでも女性と男性がトレ,トトレーニングした場合まあやっぱ男性の方が強いですよねオリンピックの,その記録も男性より女性の方がすごいっていうのはあんまないじゃないですかだからまあ強いんですよねその構造上がうんだから、まあ、うんまあ昔だったらその狩りをしてくるっていう獲物を買ってくるみたいなあれなんですけど 今だっったら金を稼ぐてけど、このセリフを言われ、このセリフを言える女子の方が強いっていうね <laughs>、うん。なんかその女子っていうのはお、なんか男のその、に火をつけ役というかね。うん。ん。これはすごい、まあ、強い、なんかその、なんすかね、体力的には男の方が強いんだけども、でもなんか、気持ったまま <laughs>。 こう富田さんのお前とくっついいてるみたいなねな,な,なんかこれを言い換えるならば私金玉ついたんやけどあなたより勇気あるよみたいなこれいいんじゃない私はね金玉ついてないけどあんたよりね勇気はあるよとみたいな感じじゃないですか <laughs> これなかなかいいねまあ逆番逆このセリフから逆番を考え,考えるならば私はね金玉はついてないけどねあんたより勇気あればよと あんた本当男なのみたいなね。そう <laughs> まあでも骨は私が拾ってあげるっていうのはこれすげえいい言葉だと思いますね。はいってらっしゃい。